初代プリウスが出た頃、私思い出すんですよね。私の会社の先輩が、車とか全然乗ってなかった人がいきなしプリウス、いい車だって言って買ったんですよ。止まるとエンジンの音が全然しない。それ、加速も滑らか。それちょっとブレーキが、回生ブレーキが中泊になって、ちょっと違和感があるから。そのくらいのことを言われてる感じで、乗ってる感じには快適。しかも、止まると無音になるということで、もう不思議な体験だったんですよね。私も、一緒に後部座席に乗ってました。すっごい車が出たんだ。出たもんだ、と思いました。その一方で、私こんな車、多分流行らないだろうって、そういう風に考えてたんですよ。その理由として、バッテリーを大量に積んでる。電池を大量に積んでるんですよ。電池というと、ノートパソコンとか携帯電話の電池と同様に、すぐへたる。1年、2年でへたる。だから、あの車も、それだけのバッテリーを、1年、2年、3年ぐらいで交換し続けないといけないのか。そういうところでダメじゃないか。そう感じてたんですよ。あとはそのバッテリー自体、結構な環境負荷物質なんですよ。中に鉛とか入ってて。だから、それを、例えば燃費という意味ですごく稼げても、その車の廃棄、車のバッテリー交換に伴う廃棄、そういうものを加算してったら、そのプリウスなんて、そっちの方が、環境に悪い影響を与える。トータルで、普通の車より悪影響を与えるんじゃないか。そう感じてたんですよね。ただ実際、なんか10年ぐらい持ってるみたいなんですよね。使い方によっては。それ今のプリウス、そんな話も聞かないんですよね。すぐバッテリーがダメになる。もし1年、2年、携帯電話のようにダメになってたら、苦情が入るはずですからね。投資もされるはずですからね。そういうところがない。だから、今となったら、私の予想を外れてて、すごく優秀な車だったのかな。そう感じますね。ただ優秀でもプリウス、こういう人は買っちゃいけないっていうのは、私の信念ですね。ちょっとしか乗らない人、ちょろっとしか距離走らない人、そういう人は、低排気量のガソリンエンジン車買っといた方がいいですね。ちょろっとしか走らずに、10年、15年とか乗って、廃車にして次の車買う人、全然距離乗らない。そういう人はやめた方がいいですね。最初、普通の車買うのとハイブリッド車買うの。明らかに最初の時点で環境にハイブリッド車の方が悪いんですよ。バッテリー積んでるから。買って0キロの状態。買って全然乗ってない状態ですと、普通の車を1脱すると、ハイブリッド車2とか3とかの環境負荷、それだけの悪影響を与えてる。まずスタートがそれだけなんですよ。それどんどん距離を走ってく。距離を走ると、普通の車の方は燃費が悪い。それハイブリッド車の方は燃費がいい。だから、その燃費という意味で、その普通の車の方はどんどん環境に与える影響が悪くなっていく。それハイブリッド車の方は遅く、燃費がいいから遅く、こう、悪い影響を与えていく。だからいつか追い抜くんですよ。ハイブリッド車最初、車3倍ぐらい悪いんだけど、普通の車はこのくらい。それ伸びていく率はハイブリッド車は遅い。それで、普通の車は速い。だからいつか抜かされます。その抜かされるポイントまで使わないとハイブリッド車というのは、環境に与える影響が高いんですよね。廃車になるまでタクシー会社だと20万キロぐらいまで乗ってるみたいですね。年2万キロ以上乗る人はハイブリッド車なのかなと思いますね。私はそんな感じがしますね。あと、その車、飽きて廃車にするということはなくて、最後まで乗り潰す感じで乗る。そうしないと、環境エコという意味では悪いのかな。そう感じましたね。だからハイブリッド車、乗る人、長く乗ってください。それでできるだけ走ってください。って感じですね。無意味に走り回るのも悪いですけど、その、営業でよく車で長距離走る。ドライブが趣味で、毎週、もう遠くに行く。そういう人こそ、ハイブリッドカーなんですよね。それあまりもう、地元しか走らない。そういう人は、あまりおすすめできない。そういう車ですね。ちょっと私、昔の初代プリウスの時の、こんな車、
全然環境に良くないんじゃないかということはまあ訂正しますけど、まあ今でも全然買って乗らない人、そういう人が買ったら環境に与える影響は大きい。よく使いまくる人、そういう人はガソリンエンジン車を買ってたのと比べるとハイブリッド車の方が地球に与える影響が少ない、そう考えます。ぜひ私のチャンネル登録してくださいです。他にも Facebook、Twitter、Google+、ブログ、いろいろなものやってます。どんどん登録してください。